おはようございます、スイスイです。お願いします。もう起きるべき時間の2時間も前に目が覚めちゃって、やることがないし眠れないので、今日はゆっくりお風呂にでも入ります。最近花粉症がひどすぎて、昨日かな、ずっと目かいてたら目が変になっちゃったからちょっと直す。こんな感じだったかな。いや、もともとさ目も小さいしさ、やっても別に特に変わんないんだけど、お悩み相談がある。タバコ吸ってる動画あるじゃん、すっごいいっぱいの人が見てくれてるの。私のメインである酔っ払い動画は特に見られてないというね。タバコを見てさチャンネル登録してくれてる人もいるじゃん多分。でもさ毎回さタバコ動画出してるわけじゃないからさ、それでもいいのかなって思ってる。あー目が治らない。 YouTube ライブをやるために登録者1000人を1000人になったらいいなと思ってるので、チャンネル登録お願いしますね。チャンネル登録お願いしますなんて初めて言ったわ。できた。汚ねえブスの顔で接客するの申し訳なさすぎて顔にいろいろ書いてる。でもごめん、男の人はさほんとつまんないよねこんなの見てて。あとね、なんか何人かの人にはコメントで教えてもらったんだけど、字幕がいいか普通に喋ってこうやってね喋ってる動画の方がいいかがすごい気になる。今ねちょっとね同居人が家で仕事したりしてるのよ。だからで、しかもなのにワンルームに住んでるのね。喋る場所がなくてで、いつもここで撮ってんの。ここトイレ兼洗面所みたいなとこなんだけど、唯一ドアがあるから遮断されてんのよ。でなんならこのドアの目の前にあるキッチンに換気扇があるから、そこを換気扇つけて私の声を消してるという、ちょっとね言いづらい生活をしてるんです。まあだけどこれもあと数ヶ月の我慢なのでなんとかやってますよ。朝時間あるの不思議だな。7時間は寝たくない。しかもほら花粉の薬飲んでるからさ、あれってめっちゃ眠くなるじゃん。今日何しよっかな。仕事一つねやんなきゃいけないのはね、氷を割る作業。あのね仕事でね、私お酒作る仕事してんの。キャバクラとかじゃないよ、まあ、やってたことあるけどね今は違くて。でさ氷がね大きい状態で届くのよ。だからそれをグラスに入る大きさに割るんだけど、それ今日やんないと。でもそれぐらいかも今日やること。今日さ祝日明けだからさ空いてると思うんだよね。だから事務的な作業も今日やろうかな。
れてた。あともう一個質問っていうか相談。なんかね、マジでミーハーなんだけど、質問コーナーをやってみたいの。だけどさ、特に誰も私に質問してくる人なんていないの、ほとんど。人気 YouTuber でもないのに質問コーナーやってんのキモいんだけど、やってみたいから、それも1000人になったらやってみようかなって感じ。だからお願い、質問してね。1人10個必ず。私が恥ずかしい目に遭うから。だから今日は仕事行って、で次何の動画撮ろうかなっていうのを考えます。あとさ、なんか私はね、 OL の人とかの日常動画見るのすごい好きなの。なんかさ、有名なさ人の生活見るよりさ、普通のさ人の生活見た方がさ、なんか親近感湧かない。だから私はそういうの見るの好きなんだけど、なんかね、足が取るとね、人気ないっていうか、みんな見てくれないから、何を変えたらいいのかしらって思うけど、なんかあんまり別にバズりたいとかないから、とりあえずこのまま続けようかなという感じです。目かゆい。お化粧したのにさ、触っちゃった。女の人としての自覚が足りてなさすぎて、すごいこういうことしちゃうんだよね。お化粧してるのに目ガシャガシャ描いちゃったりするの、キモいよね。2時から夜まで仕事です。明日も仕事。なんか今日早起きしたから機嫌いい。あ、今日もパジャマ出勤だよ、見て。ね、あ、もうそろそろ多分行く時間なので行ってきます。バイバーイ。